皆さんこんにちは、シンガーソングライターのりほです。はい、今日はですね、12月11日に角田の田園ホールで、ライブをねさせていただくんですけれども、そのイベントの中にですね、展示のコーナーもあって、でそこになんと私の作品も展示していただけるということで、ケンタロウファクトリーさんで作品作りをさせていただけることになってきました。ということで、ご紹介したいのでご紹介させてください。ケンタロウファクトリーのケンタロウさんです。どうも、いつもお世話になっておりますということで、ちょっと今日はこのガラスのちょっとアート作品というかっていうのにね、ちょっとリホ挑戦していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。これ結構奥石で難しくスペースが、まあ、まずは、ちょっと私ができない工程の、ガラスをまず作品の大きさにカットしていくというのを健太郎さんにやっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。綺麗にね、パキッとパキッとね取れるもんなんですね。ちなみに今日はこのね、この形の、まあ、この小物皿というかを作りたいなと思って、このベースのね、ガラスを全然一つに決めれなくて二つ作ることにしちゃいましたこちらの真っ黒いガラス、そしてこちらの灰色のガラスに、ちょっとね装飾をしてオリジナルの小物皿をね作っていきたいと思います。ちょっと粒の大きさが大きいのと小さいのあるので、大きいのと小さいの組み合わせた方がバランスよく見えます。ですよね。金太郎飴みたいで可愛い。美味しそうなんですよねベネチアの、ベネチア、このちょっと星みたいなやつ、なんか大きいのもあっても可愛い気がする。あんまりね、色多いと統一感なくなっちゃいますね。この中からさらに厳選していく感じ、並べながらね。めっちゃ選んじゃった。センス、リホらしさを、リホらしさをプレッシャーかけていやでもこれ本当置く人のなんかこう人と、そうだね、人となりとかそういうので、こんな服着る時のレイアウトと一緒に、あとやっぱテーマ決めておいてじゃないですか。テーマね、今回は宇宙ですね。角田から見た宇宙でいきたいと思います。でもこれがすごい私可愛いなと思ったので、ここを軸に作っていきたいなと思います。可愛い。これも置いてって大丈夫なんですか？これは大丈夫。この透明のやつは、焼き上がるとこういう感じに、はい、なるほど。いや、なんか本当溶け込んで、じゃあこれをまた焼いた時に色味が変わってくる、ね、そう、表情が変わる、表情が変わる。
そこも計算してじゃあお願いします。はい、頑張ります。はい、一つ目の宇宙ができました。じゃじゃーん。どうでしょうか。意外とカラフルな感じになりました。ね、これから焼いていくのでちょっともう一つあるのでね。これやっぱあれですか、サブタイトル、宇宙サブタイトル。サブタイトル、角田から見える宇宙。サブタイトルが、冬の冬。なんだろうな。全然出てこない。じゃあもう一個作ってから考えようか。はい、考えておきます。サブタイトルもね。はい。それではもう一個の方作っていきたいと思います。てない。うん、ああ。やっぱ主役が誰か。誰かわからないと、うん。主役脇役ちゃんとね。そう。使い分けていかないと。でも可愛いんだよ。でもこのままアクセントに。主役交代かな。どう打つ。大家さんからランチをいただいたので食べていこうと思います。ありがとうございます。いただきます。メンチカツですね。いただきます。うん、いただきます。この肉汁、口の中でお肉の甘みが肉汁とぶわーって、ね、広がるんですよね。めちゃくちゃ美味しいです。なくなってしまいましたが、いいんじゃない。いや、そうなんですね。なんかもう一つで、いや、そういう宇宙もあり、黄色い星が光るみたいな。作品の倍ぐらい多かった。灰色の2枚目のお皿の装飾が完成しました。角田から見た宇宙、朝焼けシンフォニーです。いいですね。それで朝焼けシンフォニーで確定でいいですね。確定でいいです。これ朝焼けシンフォニー。はい、そこ、はい、そしてこれ朝焼けシンフォニーで、これはこれは、これは無限の可能性です。あ、いいですね。無限の可能性と、朝焼けシンフォニーです。これはいいタイトルですよ。恥ずかしい。いいよ。いい。さあ、じゃあこの、でこれを朝焼けシンフォニーをここから焼いていくという釜に、うん、釜がこの釜に。で一日かけて焼いて冷ましていくという作業になるんですね。これはもう職人技です。ちょっとアートっぽい感じ。電気の温度が欲しくなる。これはね。本当ですよ。世界に一つしかないから。そこからまた曲げる作業。その次に今度温度を変えて曲げて、曲げてね、こういう
じゃあこれはまた次回、ま、たそうですね、完成を、はい、完成を待ちたいと思います。わー、場所はそこにあるんですけど、おお、白いショーケースの中に、ね、本当だ、あの焼く前のね段階まであの作品を使わせていただいて、あと焼くのはちょっとねプロの健太郎さんにお願いしていたんですけど、それがちょっともう完成しているということなので、早速見ちゃっていいですか。はい、はい、白いショーケースになってます。じゃあちょっとじゃあ見ていきたいと思います。これですね、これ開けちゃっていいんですか。どうぞ。開けます。はい、すごい。はい、このねちょっと小物置き小皿、この1枚目こんな感じになりました。名前何でしたっけ。これが朝焼けシンフォニーです。え、めっちゃ可愛くない、このなんかめっちゃ可愛くないですか。これ可愛くできました。なんかこのガラスのね、この私が気に入った、これなんていうやつでしたっけ、このガラス玉、なんていう、あ、カメムシって、そう、カメムシ、そうそう、カメムシ、カメムシ、カナブン、カナブン、そう、カナブン、カナブン柄のね、カメムシ、カメムシはちょっと臭そう。そして、あ、これもめっちゃ可愛いですね。これが、夜のね、宇宙をイメージして作った、無限の可能性という作品でございます。あ、これサブタイトルなんですよ。この2つはあの共通するタイトルがあって、角度から見た宇宙っていうテーマで2つ作成したんです。で、そのサブタイトルがこっちが無限の可能性で、で、こっちが朝焼けシンフォニーということでね、この朝焼けの角度から見た宇宙をイメージしましたっていうものなんですけれども、これがすごいなんか私的にはすごい宇宙感を出せた作品だなと思って、これはちょっとねあの展示させていただくと同時に、まあ、欲しい方にはお売りしてもいいかなって思ってたんですよね。でもなんかものすごい高級なんですよ。ええ、そう、とても高級な石をねこう贅沢に使わせていただいている作品になっているんですけど、なんかこれもう手放したくなくなっちゃいました。これはちょっと自分で買いたいぐらい。めちゃくちゃこのね、やっぱこのカメムシ色、カメムシじゃない、カナブン、カナブン、カナブンのねこのキラキラのガラス玉と、なんかこういうちょっとなん銀河系みたいな感じのイメージで置いてみたんですけど、本当にイメージ通りになんかその銀河系みたいな柄になってめちゃくちゃ可愛くなりました。あとはちょっとちっちゃい星柄のね石とかも置いてみたので、なんかもう個人的には大満足の仕上がりになりました。なんかちゃんとこうなるんじゃないかなっていうイメージ通りにガラス玉が広がってくれた感じがします。イエーイ。これが12月11日のデインホールのライブで2階の展示室に展示されます。なので皆さんぜひね2階の展示室もご覧になってみてください。もちろんこのケンタロウファクトリーさん あの工房の作品も展示されますし、あとは角田市の子どもたちが描いた絵作品も展示されますので、皆さんぜひ見ていってください。